ブンちゃん、ちーちゃん覚えてる？よく一緒に白鳥追いかけてたちーちゃんだよ。でもこの前あったもん、おかん、おる今。あそこにさ、こんにちは、お久しぶりです。なかなかし、あれね、太ってないので、ね、2キロ太りました。本当？そう、そういきなりさ、体型に触れるなんてさ、ありえないよ。この令和の時代に最悪ルッキズムなんですけど。もう今ので絶対炎上するけど、ちゃんとおかんとちーちゃんはまあ結構仲良く、ちーちゃん座んなよ。ブーちゃん、ちーちゃん、でも言うたってこの前うちんち来たんだよ、実はちーちゃん。でも入院覚えてる、覚えてるよ、仲良しだ。君はおやつくれるだろうと思ってるよ。ちーちゃん、今日刺繍で一作作りなよ。刺繍持ってきたけど。ガチ？切った、買った？切った、買った。いっぱいあるのに。いいじゃん。うちが1から、ちーちゃんゴミのようにいっぱいあるんだけど。うち1から10まで刺繍教えれるけ。一作作ってから帰りな。いやいや。糸が2人に取らない。いや、それ以前の問題じゃん。大丈夫、うちが教えたけど。おぶちゃん嬉しそうじゃんけ。これもうやばいね、そう見て。それは帰るときコロコロしないと。だからちーちゃんいるの慣れてるから大丈夫だよ。ぶんちゃんよかったね。え、ぶんた細くなったっしょ、夏毛でさ。そう、夏毛でさ、体が細細なんだよ。嬉しいね、ぶん。ぶんちゃん嬉しいね。もうほんと今うちね、あれだよ。おお、嬉しそう。ちーちゃん嬉しそう。ちーちゃんパジャマで来てよかったのに、わざわざさ。パジャマでここまで来る勇気ないね。すぐじゃん。いや、あそこいっぱいいるよ。え、見たい、金魚。金魚見たい。ちーちゃんもあれで来年の春にうちんち来たらいくらでも金魚あげるよ、多分。いっぱい子供産んでるから。あ、嬉しいね、ブ。あれは見たい、刺繍の作品集。あ、いいよいいよ。やばい、すごいよ。え、ちーちゃん見てんだって、ストーリーにあげたらすごかったっしょ。ブンちゃんよかったね、嬉しそう、ぐるぐる全然終わらん、お出迎えのさ、嬉しみのブーが。ブンちゃんよかったね、ブンちゃんよかったね。それなくて、うん、おじいちゃんに埋めてもらった。飼うべきではないと思って見てる。ブーちーちゃん今金魚に夢中なんだって、忙しいんだって、金魚観察で。ブー嫌だね、金魚ばっかり見てるとね。嫌だね。すごいでしょ。もうね、帰りにコロコロした方がいいよ。あれ、顔も大きい今。うん、全然。普通でデフォデフォ。デフォで抜けてんだよ。よかったね、ブー。え、そうだよ。あ、バイバイ。ちーちゃん、ゆっくりしてってください。ありがとうございます。すいません、忙しいところ。あ、そこがまず第一。うちらが後でバレーボールするボールにブンちゃんが、見て。ブンちゃんも後で公園で一緒に連れてってあげたいけど、暑いからブーはさ、お留守番ね。これさ、どうやって使うんだろう。針は？なんかね、針があるって話を聞いたんだけど、なくない？これじゃね？あ、これブンだの毛だ。そうだよね、私も一瞬落としたって思った。針別売り？違うよね、あれじゃない？ブンちゃんもバレーボールやりたい。でもブンと多分穴開けるから無理だよ。ちーちゃんに恨まれる。あれがいるよね。